ビルヘルムフォン・コベルは、ドイツの画家、版画家である。風景画や、戦場の場面を描いた。マンハイムで生まれた。父親のフェルディナント・コベル、叔父のフランツ・コベルも画家であり、コベルの一族からは、何代かにわたって画家が生まれた。父親や叔父から絵を学んだ後、1780年から、マンハイムの美術学校で学び、1886年から、父親の工房で働いた。 マンハイムに宮廷を置いていた、プファルツ選帝公のカール・テオドールが、バイエルン選帝公を継承し、宮廷をミュンヘンに移した後もマンハイムに泊まっていたが、1789年に父親とミュンヘンを訪れ、1793年にビルヘルムはミュンヘンに移った。フランス革命戦争が始まり、1795年にマンハイムは、フランスの支配を受けることになった。 これらの時代の経験から戦場の場面がコベルの絵画からの題材の一つとなった。バイエルンでは叔父のフランツと王室の美術品の管理の仕事もした。1814年からヨハンゲオルク・ディリスの公認としてミュンヘン美術院の風景画の教授となり60歳で引退するまで教授を続けた。1817年に貴族に助せられた。ありがとうございます。